Web TV 平沢克恵チャンネルでですす月もおもう夏休み終わりことね。は暑かったですしまたいろんな部分でね、えーはい、この。 地震のいろんなまあ復興もあったかもしれませんけれども、はい、まあ皆さん子どもたちはいい夏休みが遅れたんじゃないでしょうかね。そうですね、はい、と言いながらも先生すごくあの心痛めてらっしゃったいじめの問題どんどんん出てきますねそうですねまあこれはいじめというのは昔からあったわけですけれども、はい、なんか昔のいじめと違って今のいじめというのはう なんとなく陰質っていうかです、ね、そうですすねねななんとなくです、ね、悪質だなという感じがしますけどね。自殺の練習だとかね。葬式ごっこだとかですね,ね<ー>それから滋賀県の大津のやつですねそれからあの、ね、猿靴は,はめあのガムテープを口にはめられて、えー、それで手を縛られて、えー、それで殴ったりとこれ犯罪ですよねだから私はねあのこの今回のいじめの問題でね、はい、おかしいと思うのはいろいろあるんだけど一つはね、はい これいじめというとね、なんかその、えー、子どもたちの、まあまあ、なんていうんですか、遊びっていうか、悪ふざけの延長線みたいに取られちゃう、はい、だけど、これ、考えてみたらね、殴ってたら犯罪でしょ、これ、ね、警察だったら検挙しちゃいますよね、検挙します、ですから、暴力行為なんですから、ね、です,よね、ですから私はあの今回の件でね、いじめ、いじめって言ってるけども、はい、それはいじめっていうのはね、 例えば、その落書きを書くとか、<ー>それ例えば、そのものをちょっとね、いたずらごっこで隠すとか、はい、これならまだいじめの範囲と言えるかもしれませんけどね、あのトイレだとか、学校の廊下だとか、運動会で堂々と殴ってると、それを周りで見てる子がいっぱいいるっていうことが報道されてますよ、はい、で報道が事実ならね,、うんはい、ね、それで先生方も知ってるって言うんですから、はい、報道が事実なら、これは犯罪ですよ、これ。 ですから私はこれもう本当に不思議でしょうがないのはいじめいじめというとねなんかその子どもたちのね悪ふざけだから別にその犯罪でないようにちょっとねあの取られてしまいますけどこれは犯罪であることは間違いないので暴行だとかねそれからあの報道によりますとねこの去年の10月ですかあの自殺したお子どもさ,さんの家にねその加害者の少年たちが来て。 部屋なんんかかををめめちゃめちゃゃにししてててお金なんかを取ってったとかって言うんでしょこんなものは恐喝でありね場合によっては強盗でありね,、はいはい、ね窃盗であるでしょ、はい、ですから現行犯ですよね,こね堂々とした犯罪じゃないですか、えー、ですからこういう犯罪をいじめという形でねあたかも大したことないようにごまかそうとしてる、はい、これがまず私はもう全くこれ納得いかないんで、はい、それがまず一つ納得いかない、はい、それから私はねあの学校の先生それから教育委員会っていうのが 本当に情けないなと思ったのはねこういう問題があったら知ったらまずは学校の先生とかなんかがねこれは犯罪だということを教えるのが学校の先生じゃないですかところがねこういうのを知っててもねなんかそれは子どもの遊びか悪ふざけの延長線みたいな形で一切こういったものについてきちんとした対応をね先生が取,取らない。 もし子どもたちにね、加害少年に、ね、注意しても子どもたちが、ま、ねそれはね全然よく聞かないんだったら、なんで学校の先生はこれ、警察に届けないのかと、教育の現場はね、教育の現場は警察は全く介入できないのかと。それは 何もないところで教育の介入しちゃだめだけども、うん、犯罪行為が行われてたらね、はい、社会に出たらですよ社会に出て子どもたちをあええ他の人を殴ったらこれは暴行罪で逮捕されるんですよ<ー>そ,それがなんで学校の現場だったらそれは殴ってもね子どもたちの遊びになるんですかこれ、ね、<ー>こそれ子どもたちがあのあの単なる遊びでやってるんじゃないんですから<ー>子どもはあの被害者の子どもは嫌で嫌でしょうがないわけですからだったらこれはもう明らかにこれ犯罪ですよ ですからそういう犯罪行為をが,が学校の中で行われているにもかかわらずそれを一切、学校の先生が、ね、いじめという形で結局、特に対策を取ることなく片付けようとしているこの学校の先生って何なところや教育委員会、はい、教育委員会もこの問題が起こって、ね、それで、えー、この問題について発表した時も、ね、あくまでもこれいじめであって。 自殺との関係,は、あのーまあ、関係は分からなかったというようなことを言っているけど教育委員会に分かるはずないじゃないですか教育委員会にして <laughs> 教育委員会なん教育の専門家でも捜査の専門家でも何でもないんだから、はい、ですからこの教育委員会大津だけじゃないと思うけど<ー>この大津の教育委員というのはよっぽどどうかしてますよ、これすね、自分たちはできないんだから<ー>この問題があったということが報告があったときに。 これはやっぱりねあの自殺があったということも分かったときにこれいじめの可能性ということは言われていたわけだからそうだったらばこれはじゃあ一応警察に調べてみよもらいましょうというのが当たり前じゃないですか一切そういうことはし,<ー>し,しないと言うんだから教育委員会も腐っている<ー>それで大変あれの、ね、私も言いにくいんだけど私の出身の警察も腐っているんですよ。<ー>でなぜかとという被害者の子供さん 自殺されちゃったんですよね痛ましいことですけども、うん、それで被害者の,、ね、あの子供さんのお父さんね、うん、警察に被害届を3回にわたって、えー、出したけども結局警察は被害届を 従事しなかったんで皆さんが社会がこうやってねこれおかしいっていうことになってから捜査、はいはいね、急に何か力入りだしたけど、はい、それ前にやろうとしなかった <laughs>、えー、去年の10月ですから、ね、これ起こったの、はい、それからずっと今年の7月頃までやろうとしなかったわけですから、うん、でなぜやろうとしなかったかそれは報道ですよ報道では何て書いてあるかというと、ね、被害者の方が亡くなってるから事実関係の確認が困難だから。 結局被害届の受理ができしなかったとこういうこと言ってますけど私これ、あのー、これが事実なんですよこれ事実ならこんな,こんなバカな警察官やめた方がいいと思う,うだってそうでしょう。 あの事実関係の確認が困難だって言うんだったら殺人事件なんか全然事件なんかできやしないもん殺人事件なんか東害いないんだから <laughs>、はい、バカじゃないからこの,この警察官ですからこんなバカなことを言ったのが本当だとしたらですよこれは報道ですけど、はい、こ,れはこの警察官早くやめてもらったり、はい、私が本部長ならですよ <laughs>、はい、私が滋賀県の本部長ならこんなバカなこと言った警察官処分しますよ。 どう考えたって、うんね、これあの被害者が亡くなってるから、ね、事実関係が分からないなんてバカなことありますからな、うん、亡くなってるからこそなおさらのことを一生懸命周りから聞いていってそれで事実関係を明らかにしておくのが警察の仕事じゃないですか、うん、ですから被害者のお父さんがね必死になってなんとか被害届を受理してくれてきて、うん、それで3回ともそれは大人、ねまあ、報道では断ったってなってる、ね、それは事実関係が分からないから亡くなってるからと。ところが もう社会がこうやって大きく騒いで、これ、おかしいじゃないかということになったら、慌ててね、今度は大掛かりな捜査体制を組んでやると、<laughs> えー、これはね、もう本当ね、滋賀県警っていうのは腐ってると思う、だってそうじゃないですか、これはそんなものはね、社会がどう、警察はね、社会が、ね、あれするからやるんじゃないんですよ、やっぱりそこに犯罪があるからやるんだって、はいね、社会が騒いでるからやるんじゃないんですよ。 だから、警察は社会のね、社会が騒げばやるし、社会が騒がなかったらやらないのかということになっちゃいますよ。そうじゃなくて、やっぱりそこは警察はやっぱり冷静な目で、ね、社会が例ええどんなに騒いでも必要ないと思ったらやらなきゃいいし、ね、社会が騒いでなくたってやらなきゃなんないことはやればいいんだし、この問題はやっぱり一人の方が自殺してる、一人のお子さんが、そしてあの学校はその時にアンケートして、その時に、 あのー、いろいろと、まあ、いじめというか、まあ、い,ろんないろんなことが行われた<ー>ということはこと、ね、皆さんは分かっていたわけですから、はい、そうしたらその可能性を、ね、があるわけだから、はい、そういうそのいじめによる自殺の可能性があるわけだから少なくともある程度、子どもたちから聞くとか学校の関係者から聞くとかいろんなことをやるのが当たり前でしょうそういったことを一切やらないで社会が盛り上がってきてね、うん、警察はおかしいじゃないかという非難がどんどん,どん,どん,どん警察に来、ね、てから。 警察は急に動き出して今度はもう,もうまさに普通じゃ考えられないよう大掛かりな体制を組んでるんですよ。まあ私は警察もだめだと思う,う学校の教育委員会もだめ、うん、学校の先生もだめ警察もだめ、うん、これどうしたらいいんですかねこれ本当にまた時代にになりましたね本当に私はね市の方もね、あもだめみんなだめ、うん、ですからかわいそうなのはあの被害者それから被害者の,あの ね、ですから私はこの問題これからねもう起こらないようにいろいろと今対策考えているんでしょうけども、うん、まあ全国でもこれいつでも起こってもおかしくないし今までも起こってて見逃されたケースがいっぱいある可能性があるんですよですから私はあのこの問題についてはやっぱり一番大事なことはねやっぱり学校の中っていうのは違い法権じゃないんです。うん、違いじゃないんだから もし一般社会で罰せられることは学校の中で行っても罰せられるんです、それを教えるのは社会です,会そうですから学校の中だからね、えー、一般社会、学校一歩出たら罰せられるけど、えー、学校の中だったら何やってもいいと思ったら大間違いで、えー、それは罰せられる、ところが学校,学校の先生はそれを警察だったりするのを非常に嫌がると、馬鹿言っちゃいけないと。 学校の中はね、で、られること、は社会の罰せられることをきちんと教えるのがこれ学校なんです。でも先生、事件が起きたら警察もそうですけど、事件が起きないようにするのも警察の仕事ですよね。全くその通り。ですから別に入っちゃいけないことないわけですよね。いやですから入ってもいいんで、もっと言えばね、もうもっと言えば学校の中で警察がパトロールしたっていいんですよ。いいですよね。いいですよ、それはいいです。当たり前です。もし学校の中か荒れてるの。慣れないんですかね。学校の先生じゃダメなんだったら、なんで警察がパトロールの当たり前じゃないですか。学校の中が違う保険だなんて甘えちゃうから。 えー、これ要するにそういう加害少年は好き放題やっちゃってそれができ何でもやっても罰せないと思うからやっちゃうんでそれはやっぱりもう警察がね私は入ってもいいと思いますそれ一般社会のでだったらどうなるかということを教えるのが学校ですから、えー、先生おかしいと思うんですよ通り魔が来たらじゃあ警察の人来てもらってね、えー、守ってもらいましょう、えー、警備してもらいましょうって、えー、ね警察、えー、警備員じゃないですからね、えー、そうなんですよ、えー、ねそれよりももっと子どものやっぱり人権将来未来、えー ねえそして生命を守るのが学校じゃないですかだと思いますよだったらやっぱり日頃からね、はい、そういうもしアンケートして分かっているならば警察の力を借りて 安全パトロールのことを教えるなり、交通安全を教えるなり、いろんなやり方ありますよね。で,ですから、あれですよね、学校の先生がまずやるのは、それは学校だからその好ましいと言えるかもしれないけど、自分たちはできないんだから、えー、自分たちができないんだったら、警察に頼む、当たり前なんですよ、ですよね、これで。ですから、それで今回みたいにその、ね、こういう被害者が出た、ね、でその時に、えー、そのに、ね、これを警察だったとかなんかにするのはね、 あのあれだからね、うん、自分たちの恥だとかね、あのまあ、マイナスになるからっていうんで、できるだけ隠蔽しよう、隠そうとしようという動きに出るっていうのは、ね、これはダメですね。えー、ですからあのまあだいたい教育委員会というのはだい,い全国的に見てかなり軽外化してるんですよこれ。<ー>これアメリカがこうやってね結局。 あれしたんですけども、い<ー>やあの作れと<ー>いうことでやったんですけども、教育委員会はあの教育の専門家でない人も入ってますし、<ー>かなり形骸化してますんで、私はもうちょっとその教育委員会のね、あの活性化も含めてもう一回その、うん、学校教育の在り方、それももうちょっと考えた方がいいと思いますし、あの学校ねあの今一部の学校でもう全く 社会経験積んだ人を学校の校長先生の中に持ってくるなんてケースがありますけど、はい、その方が社会常識をよく知ってますよ <laughs> 学校の教育の現場だけにいる先生だけだとねうもう要するに学校の教育の現場のまあ要するにあの学校の中は社会の非常識というようなものがまかり通っちゃうんですよ<ー>ですからやっぱり社会の常識が学校の中もまかり通るようにするためにはやっぱり元学校の先生もねいろんな人を持ってったりして やったほうがいいと思いますけどね私はクラスメートとかお友達がねあの先生にお友達いけないことが起きてますよって声を出したんですってねあそうですねそうそうそれをまたちゃんと聞かなかったんですねということですね今回ね国会もそうですねなるほどねちゃんと言ってるのに聞かない人いっぱいいますね今いますねやっぱ国会も正さないといけませんけどね。国会う展開もちゃんとやらなきゃダメですねそれは全くその通りですねでも。 あの命をね自ら縮めるなんてことは絶対してはいけないんだけども、うん、苦しかったでしょうね苦しかったと思いますよそれでその相談入ってもないし、えーうん、やっぱりあの多感な頃ですからね中学生っていうのはうで,す、ね、ですから多感な頃にこういういじめに遭うというね、うん、そうするとどうしてもやっぱり、ね、あの自分の持ってき場がないんでしょう、えー、ですからやっぱり多感な時だからこそ救いの手をね いろいろと差し伸べられるようないろんな方法というのはやっぱり考えなきゃならないしそ加害少年にはそういうことをした場合にはねもう厳しく罰せられると当たり前のことをやらなきゃだめだぜひ、そういう意味でも国会でもいろんな委員会があると思いますけどぜひ、二度とこういうことが起きないので先生、子供大好きですから子供の将来のためにもいい学校をぜひもう一回再生していただけるようにお力尽くしてください。今日はどううもありがとございました